皆さん4人でずっと一緒だったはずなのに、もう初めて聞くんですけどなんて言いながら、あの何を聞かれてたんですか、岡部さんが。あの団体の2本目のジャンプは成功ジャンプだったのかなと思ってちょっと聞いてみます。ということはね、赤坂さんね、あの原田さんに聞かれてたんですよ。え、あの137メートルのジャンプですか。はい、岡部さんの2本目ですか。いえ、原田さんの2本目が成功だったのかなと原田さんに尋ねたんですけど、あ、原田さん、それに対するお答えは、はい、あの成功だったと思いますよ。あの僕ら、あのですね、あの今その V 字ジャンプになってですね、その風の影響が非常にこう大きいもんですから、はい、ま、長くやってるんですね。あのそうですよね。いいジャンプじゃないのに距離が伸びたということもあるんですけど、この確信に迫りたかったんだと思います。ただあの僕らはですね、あの岡部さんもあと斉藤さんも船木選手もそれから原田選手もですね、まああの K 点を超えてあの距離が出た時にはですね、ざまみのジャンプというふうにちょっと表現悪いですけど、本当にそんな気持ちになりましたよ。ざまみのジャンプですか。ええ、斉藤さん。え？ですって。ありがとうございます。あの斉藤選手のあの130メートルが1本目で出た時にはもうまさにミスタークールジェットみたいなね、本当にその斉藤さんと岡部さんのそれぞれの1本目がですね、スーちゃんそう思いませんか。いやー、やっぱりあれもうみんながその気になって見ましたし、ね、あの選手の皆さんもこれでいけるっていうね感触があれで得られたんじゃないでしょうかね。あの日本の団体の4人の選手は、僕らは4名もエースの方がいるんだ、そしてあとテストジャンパーの方たち、僕は本当に素晴らしいと思ったんですけれども、そうですね、あの悪天候の中ね、そのつまり大会をですね、あの続けていくために、あの中をテストジャンパーの方たちが、中にあの葛西選手とか西方選手も飛ばれてて、それを見ていて、本当にその日本のジャンプ陣の人たちは層が厚いといいますか、レベルが高いなと思って、あのもし番組をご覧になっていたら本当にありがとうございましたというふうにテストジャンパーの方にも、はい。